301号車301号車と611号車の並結運転軽福電気鉄道も母301、軽電車は軽福電気鉄道に在籍している路面電車車両。後の軽福電気鉄道、福一社を含むの車両設計の元ととなったランデンスタイルの車両である。1971年に301.302の2両が向川車両工業で製造された。 車体は全面非貫通型15メートル級に扉の普通構成となっており、全面窓には3枚窓を採用し、新生児はポール終電であったために、ポール操作のために開閉式の全面窓とした。全面窓上に全小灯を、上両側に、標識灯を、右下に、行き先方向左帽家を、右上にワンマン運転用のサイドミラーを装備している。 京福電鉄の標準色であるダークアイボリー及び全面倉庫から側倉庫にかけてダークグリーンのツートンで塗装されている。車内ではロングシートを装備している。またワンマン運転導入に伴い運転代行部に乗車整理券発行機と料金箱が設置されていたが2002年7月1日の均一運賃制以降、スルッと関西導入に伴い 乗車整理券発行機は撤去され、料金箱には路線バス同様のカード処理機が取り付けられている。制御方式は電動化無軸式抵抗制御であり、使用機器類は主電動機として芝浦製 SE129 バイトを2機、駆動装置は吊り掛け駆動方式を採用、制御機は永山線の中古品である芝浦製 RPC51 台車は 日立製、キロリットル15を履いている。また、市場を宮や、北の白梅町寄りにトロリーポールが設置されている。連結機は連結運転を取りやめていた京都市電のものを譲り受けている。1971年に運転開始。1975年に同年のポール終電廃止に伴い終電装置を Z 型パンタグラフに変更した。 1990年には冷房改造されている。嵐山本線市場を大見嵐山間に加え、北の線北の白梅町片平の辻間の全線で運用されていたが、2018年現在では嵐山本線での朝ラッシュや繁忙期の2両編成での運用がほとんどである。また、2000年に嵐山本線開業90周年を記念して、301号車が モボ101系103.105号車とともに、京都佐賀芸術大学の学生による特別塗装が施され、のり吉くんと命名された。しかし製造から30年を過ぎ、老朽化が進んだこと等から、2007年3月29日限りで2両とも、運用を離脱し廃車となり解体される予定だった。しかし、京都市営地下鉄東西線に条駅。 渦政天神川駅間と蘭電天神川駅の開業により乗客の増加が予想されることなどから301号車のみ車番日ちみ2008年3月1日に復活運転を行い現役に復帰した。なお、京福電鉄は復活の理由として鉄道ファンの皆様からの熱い復活要望も挙げている。302号車は2007年3月29日に 運用を離脱した後、再飲車庫に留置されていたが、2011年3月20日に、再飲車庫で行われた、ランデ・ンフェスタでオークションに出された。しかし、入札者がなかったために解体され、ナンバープレート等が2012年3月25日に、再飲車庫で行われた、ランデ・ンフェスタにでオークションに出された。モボ301型が登場した1971年当時、 日本の営業路線からポール終電はほとんど姿を消しトロリーバスを除く鉄軌道では嵐山本線、北野線と永山本線、倉間線の4線のみで使用されていた。しかしモータリゼーションにより経営が悪化したことで合理化のため1975年に嵐山本線、北野線、1978年に永山本線、倉間線で ポール終電が廃止され、トロリーバスを除く日本の鉄軌道営業路線から、ポール終電が消滅した。このため、モボ301型は、旅客用車両としては、新生時からトロリーポールを装備した日本最後の形式となっている。また、乱電の車両では、列車無線の呼び出し番号に車号をそのまま使用しているが、モボ301型のみ、モボ101型の続き番号である。 107を使用している。ありがとうございます。